大谷翔平、移籍先にふさわしいのはドジャースとマリナーズ、勝ち癖を持った組織へ。今後の去就が注目されるエンゼルス、大谷翔平投手について、6日付の米経済誌、フォーブス電子版が移籍先としてふさわしい球団に、ドジャースとマリナーズを挙げた。右肘手術を受けた大谷が来季 DH で復帰し、その後に二刀流として復活したいという方向性に合う球団をピックアップした。大谷がエンゼルスと再契約するのは現実的ではない。 1,2 年の短期契約を結ぶこともまずないだろうとし、彼と長期契約を結べる球団として最も可能性が高いのはドジャースとマリナーズと断言。ドジャースについては FA のマルティネスがチームを去れば DH が悪し、もし残っても開けられる。球団は資金があり、勝ち癖を持った組織であるという点で大谷にとって魅力的とした。マリナーズについては、大谷はチームの DH のポジションにうまくはまる。イチローが経験したのと同じ環境でプレーをすることになる。マリナーズという組織にも立地的環境にも馴染めるだろうとし、イチローが作った道を後から歩むことは好まないかもしれないが、大谷は今や圧倒的な自信の中でプレーするアスリートだ。イチローのサポートを受け、さらなる高みへ向かうかもしれないと指摘した。